検出されますけれども、サブキープという少し弱い、エネルギーのものを検出させただけで、この物質があるというふうに判断したというものでございます。もう一つはゲルマニウム半導体の月の隠し分析装置の評価条件で、テル 129M とテル 129 という物質が親と娘の隠しであるということを、この装置自身がライブラリーとして登録されておりませんでしたので、親隠しから生成される部分を考慮した計算ができてなかったというような状況で、数値的には間違えてしまったというような状況でございます。再発防止対策といたしましては、2つございます。1つ目は第三者の専門家のご意見を伺いながら改正作業を実施するということで、メーカーなどの専門家を交えて現状の解析手法、分析の特徴を踏まえた検出精度について確認いたします。それから次のページになりますけれども、東京電力のみならず他の電力会社の応援等をいただきまして、データの確認を確実に実施していきたいというふうに考えております。で、今回こういった間違いがございましたので、これらに伴いまして、これまで採取いたしました敷地内の大気、それから開発電食品の海水、タービン建屋内のたまり水、トレンチ内の水、タービン建屋付近の地下水に関する隠し分析結果については、この申しに基づき再確認作業を行いまして、準備ができ次第この結果についてはご知らせいたします。で、確認作業を行う隠し分析の対象でございますけれども、大気につきましては3月22日の第1報から3月31日までの第10報までにお知らせした結果、それから海水につきましては22日の第1報から31日までの第11報まで、タービン建屋内のたまり水につきましては25日と27日にお知らせした結果、それからトレンチ内の水につきましては30日と31日、地下水につきましては31日にお知らせした結果について、再確認作業を行っております。しかしながら今回のような専門家のご意見を踏まえるですとというような活動をいたしますと、どうしても時間検出というか公表までに時間がかかってしまうようなことでございますので、当面の対応といたしましては、日々のサンプリング調査に結果につきましては、これまで通り翌日に取りまとめるなどして、被曝への影響が大きく、かつ判断が容易な隠しである要素131、セシウム134、セシウム137のデータの、主要三角種については、速やかに公表させていただきたいというふうに思っております。で、その後、再発防止対策に係る再評価に基づく各種分析データ を調べまして、要素131、134、セシウム134、セシウム137のデータを取りまとめた段階で、速報として公表。